やっと二人で話せますね。さっき言いそびれてしまったので。よし、何でも俺に聞け。例えば彼女に別れを言い出すとき、なんて言ったらいいですかね。え、俺に聞く？てか、なんで？なんていうか、赤木先生、頼れるから。すいません、俺ちょっと酔ってますね。じゃあな、また明日。俺は出会って間もないけど、氷川先生のいいところたくさん知ってるよ。真面目だけど今日みたいに抜けてるところもあるしさ。赤木先生、クールそうに見えて本当はちゃんとしっかりしなきゃって無理してるんじゃねえのかって知ったような口聞いてごめん。そんなに俺のこと見ていてくれてたんですね、ありがとう。別にそんなんじゃねえよ。でもさ、恋人だったらそういうとこも全部ひっくるめて好きなんじゃねえの。外面しか見てねえんだったらはっきり言っちゃえばって。そんな簡単に言えたら苦労しねえよな。そうですね、行ってみます。え、対応すんのそれ。もちろんですよ。だってこんなに親身に相談を乗ってくれた人初めてだったので、嬉しくて本当にありがとう。あれ、氷川と赤城何してんの。うまくいくといいな。俺たちもそろそろ帰る。え、また寝てんの。おい、風邪ひくぞ。おい、見た目より苦労してるんだな。俺ならあんな顔させないのに。って何言ってんだよ俺。やばくね？何やってんだよ俺。これはいいネタになっちゃうじゃん。起きろな。起きろって帰るぞ。はい。